この先に何があるのか。うわ、クリーパーいる。よし。痛い。次から次へと。大変だね。安全対策ね。お前か。お前が。もう次から次来るな。行って、燃えちゃった。こっちはまあ先に周囲を巻き潰しでしていきましょう。スポーナーじゃない。ポータル、エンドポータル。わっちゃー、うわ、いるわ。どこ行った。こんなとこに隠れてないで。よけいる。なんかラグってるね。潰しして、ここは壊す。やだなやだな。グツグツ言ってる。ぐるっと回ってきた。ここは空間だね。久しぶりだよこれ。あー、出てきちゃった。先に壊すか。よし、ちょっと退避。よし。ああ、穴開いてるね。ちょっと、ブロック前か。ああ、村人ゾンビ。なんかラグいな。痛い。雲降ってきたよ。深層がなんかいそうだな。ここにチビゾンか。お、複雑。なんでチビゾンチビスポナーでもあんのか。邪魔のところ全部。ああ、ここ中途半端。あ、なくなった。だからこの溶岩ちょっと、閉じます。あー、これあれがないから開けられないか。え、入ってたっけ。エンダーパールは持ってんだけど、ブレイズのあれで、これはまためんどくさい場所でございますね。上崩れちゃってるよ。
おい、ドン。ああ壊されちゃったよ。あ、これ下からつけたところだね。あ、あった。オープン。こんなところか。ここにゾンビいそうだな。下つながってんね。こっちにつながってんのか。広っ。どっから聞こえてんだこのゾンビボイス。下チェストはどっかになかったっけ。ここか。効率強化、こんなもんか。どうする、これ本棚持って帰る。でも本棚いっぱいあるからね。チェストは、あれここないの。あった。ドロップ増加、あ、大したことないね。あ、持ちきれない。あと1個ぐらいあるよね、図書室。どうもらっときましょう。ここがなんか怪しそうだね。ちょっと上上がります。名もなしかよ。あー、こんなとこなのかな。どうもらっときます。あそこもあるね。スケルトンがいる。シカトシトット。ドアあるわ。巻き込まれてない。ああ。なんだ、スポナーいっぱいあんのか、ここ。スポナーでもあんのか。どんだけいんねん、クリーパー。どんだけ。こっちにもいるやん。上がってこれんな、あいつは。水の音聞こえるけど。あ、まだあるわ。ここにつながってるわ。あ、お宝あった。ここ置けないんか。
なんじゃこりゃ。リンゴだけ。ん？あ、下あるね。下あるね。なんかいそうですね。ああ、結構下下がってきたよ。いるね。お前もいたんか。あれ、食料どっか行っちゃった。しまっちゃった。あ、しまっちゃってるわ。何やってんでしょう。なんだか切るの遅れるな。いるわ。来ないで。いるね。後ろ下がらんかったね。で、ここお宝あったところだよね。で、こっちにつながってると。あ、ここにもあるわ。大したもん入ってないね。あ、ここにもあるわ。またいっぱいになってきた。結構奥続いてるね。ここ終わりか。あ、またこっから下。あ、ない、ないね。つながってないね。大丈夫だね。あった。ありましたね。ここだね。あ、本だけか。これはまあまあだね。あ、でもこれも持てなさそう。もう持ちきれないんじゃない。よし、 OK です。じゃあポータル行ってゲート設置して帰りますか。はい、戻ってまいりました。じゃあセットしますかね。エンダーパールあるから、ブレイズロッドはないんかな。確かどっかに入れてたような気がするんだけど、羊毛には入れてないし、あれネザー系だから、ネザーの箱、あ、あるわ。多分これで作れるよね。パウダーで作れるんだっけ。あ、作れるね。エンダーアイ、何個いる。 3,4,12,11 個あったらいいんか。はい、それではセットしてまいりましょう。オープン。はい、開きました。じゃあね、ちょっと、どっちに作る。ここいつもと同じ場所に作るか。砂無限はセットしないでいいよね。ここがネザーでいうとどこの位置になるかなんですよね。はい、って感じです。オープン。でこれで入ったらダメなんだよ。ネザー側から行かないといけないから。はい、今日は洞窟探検してたのに
なぜかエンドポータル見つけちゃいましたというふうな感じになっちゃいました。久しぶりだね、ここエンドポータル見つけるのね。うん、一応ね、ここからも帰れるということで、ただネザーでどの位置になるかなんだよね、ここね。それによってつなげるかつなげないか、決めることになるかと思います。はい、まあ砂むげはもうこっちに設置しなくてもいいでしょう。あ、ひょっとしたら近かったら、砂無限作るかもしれませんけれどもね。はい、ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。では帰ります。行きます。夜、あ、ここだね。あ、夜じゃないね。はい、戻りました。お疲れ様でした。